それは何の変哲もないとある雨の日だったえっとこれはこっちペイちゃんこれをそこの棚にお願いできるかなああなあつまんない、うん、あっ 今、雷鳴ったー。いちいち深刻すんな。雨、やみませんね。こういう時に限って仕事増えすぎなんだよ。二人とも、あとこのカルテを整理すれば終わりだろうね。わかってるよ。頑張ります。うわっ なクソ電気まで消えやがったま真っ暗ですつず落ち着いてあまり下手に動かない方がいいんじゃないかなえっと確かここにうんあったほーら明かりがとったよおおってろうそくじゃねえか懐中電灯とかあるだろうがえー 絶対こっちの方が雰囲気あっていいと思うのうほら火のひらめきは人の心を落ち着かせるって言うしうーぜえ停電した室内でろうそくを持ったみやが突然百物語を始めると言い出した <laughs> 最近の話なんだけどね警視局で捕まった 殺人事件の犯人グループの一人が精神的な病気があるかもしれないっていうことで僕のところに回されてきたんだよね。僕はそいつの目を見て精神病のふりをしているだけなんだってすぐに気づいた。会話から次々とそいつの心情や個人情報を言い当ててそしたら。 すぐ事件の首謀者について白状したんだああなんかそれ覚えがんな一週間前だった気がしますそうそうそれ続き話すよなんだよもっと怖がったっていいんだよす、すみません その人安置所で死んでると思って俺がああ食べたのはつづるだったのかなんで足だけ残したの腫瘍があったのでなるほどねなるほどねじゃねえよっ,ったく何が百物語だっつうの階段でも何でもねえじゃねえかあ じゃあ次はベイニーに話してもらおうかな。ああ。とっておきの怖い話を頼むよ。んなこと言われても、今さら俺が幽霊だの何だので怖い思いするかっつーの。あ、ああ。でも一つだけやべえって思ったやつがあったな。ベイちゃんが意外です。いいかこの俺が話してやるんだから、心して聞けよ。 なんだかんだ盛り上がっていく百物語鳥を飾るのはさて最後に残ったのは俺だね一番どでかいの頼むよ期待に応えられるかは分からないけどそれじゃあ人づてに聞いた話だけど話そうと思うよ<ス> はいカット今のオッケー次のシーンで今日ラストだから準備してる間紅くん休憩してて分かりましたいや紅くんの通う学校で撮影ができて光栄だな許可が下りてよかったですね本当本当。それじゃ今のうちにゆっくり休んではい、うん、ああ 次のシーン次あ,あここかセリフ確認でもしとくかああ,あ,あようやく終わりだぜここの監督無茶ぶりばっかしやがってマジでクソムカつく休日の風化学園でドラマ撮影を行っていた俺のもとに騒がしい来訪者がやってきた あベニーベニーいたちょっとだけ助けてくれないかなはっみやび何ベニーくんの知り合いあまあ一応一応って何一応ってそんなこと言っちゃっていいのかなせっかくつづるとヒビキンも連れてきてあげたのにあげたのにっててめえな ひびきごめんねべイちゃんミアを止められなかったよお俺たち警視局に引き渡されたりするんですかちょっと待ってえどうせあと安心とったら今日は上がりだったんだ紅くんのお友達が来てくれたんだせっかくだからちょっと。 ドラマに出てみないかいはあ,あ <noise> 監督さんわかってる紅くんもそれでいいかな <laughs> 大丈夫だようまくいかなくても NG 信州に入れればいいだけだからおいお前らあんまり無茶すんじゃねえぞ特にミヤビえ名指しひどいな僕だってやるときはちゃんとやるんだよ 今までのてめえの態度が信用なさすぎんだよちゃんとできるでしょうかああ…つづるは無理すんなベイちゃんの仕事の邪魔をするようなことはしないよそうそうてめえが一番心配だっつうのそれじゃあよーいアクション どこ行ったジュリエットおあ<ー>、うわっっ <laughs> てめえみやあっどこのクラスのやつだどこみとんじゃわれワイのスーツ汚れてもうたやんけそっちがぶつかってきたんだろうがあとてめえスーツ着てねえだろベイちゃんなんだよ 誰もベイちゃんの居場所を奪ったりしないよ響け何言ってんだよ俺の居場所はやっぱ何でもねえう、うん、ああベイちゃん起きたかな あ,あ、びきどこだここうーんああああ何これ真っ白天国そうだとしたらすごくそっけない天国だろうね天国に来れるわけないから現実か。 白い部屋の竹っぽいねあ、あれツズるまだ寝てるあ,あ,あ、起きたおはよう、ツズここはここはね、なんと天国なんだよえ、俺たち死んじゃった ですか間に受けんな見知らぬ部屋で目を覚ました俺たち4人俺たちは赤城にいたんだろうねそこまでは覚えてるああそれは覚えてるなんでこんなところによく思い出してみなよ何か貼ってますけど。 指示を達成しないと出られない部屋にようこそああ試作段階なのでさまざまなパターンを試します室内の50%が指示を達成した時点で成功と判定されますうんだってさよくわかんねえけどクソムカつく部屋に入れられたみてえだな誰か俺たちを見てるって ことですかカメラでもあるのかな、うんおそらく相手は人間じゃない可能性の方が高いだろうね。チふざけやがってこっちはこれから仕事なんだっつうの。っっ開かないみたいだね。マジでふざけやがってぶっ殺してやれ。そういえば僕。 ここんな話聞いたことあるよ。昔赤城でなんとかをしないと出られない部屋っていうのを開発している研究員がいてさ熱心に研究を進めてたんだけどある日彼はたった一人で試作段階の部屋に入って「セックスをしないと出られない」っていう指示を受けてしまいそこで絶命したっていう。そ そんなマヌケにもほどがあるだろう。俺たちがここに来たのは彼の怨念によるものってことその可能性はあるんじゃないかな次々に出題される妙な指令。俺たちは無事部屋を脱出することができるのか ?BL アプリ「アナカレ」で大人気のホラー BL ゲームちぎり箱。 そのサブキャラクターである赤木のキャラたちの物語が待望のドラマ CD か。出演、久喜勝。さる、石原か、死者も、プロセッサー太郎。書き下ろしシナリオで送る本編では描かれなかったキャラクターたちの日常 CD。2枚同時発売。2017年11月29日水曜日に、 定価3000円プラス税にてビジュアルワークス M2 レコードより発売。さらに2017年11月3日から開催の AGF2017 では先行販売も実施する。